今日はどうしたの？そっか。お仕事いつも頑張ってるんだね。えらいえらい。お疲れ様。今日はもう頑張らなくていいよ。ゆっくりして。今日は少しだけ休憩しよっか。大丈夫だよ。ちょっと休憩したって誰も怒ったりしないよ。もしそんな人いたら、姉さんが守ってあげるからね。だから心配しないで。体の力抜いていいよ。ちょこっとだけ、姉さんと休憩しよっか。ちょこっとだけ。じゃあ、目を閉じて。そう。ゆっくりまぶたを閉じるの。十分頑張った君は、もう何にも考えなくていいんだよ。何にも。人付き合いとか、嫌なこと全部忘れていいの。体もだらーんって、力抜いて、だらーんってするだけ。そう。そんな感じ。偉いよ。そんな感じで、力抜いて、疲れた時は、こうやってだらーんとして、体を休めるの。それは今までいっぱい頑張ってきた、君へのご褒美なんだよ。よーく頑張った君へのご褒美。お姉さんはいつも君のそばにいる。君が辛い時に、ちゃんとそばにいてあげる。お姉さんが頑張ってる君のこと、褒めてあげる。ちゃんと君の頑張ってる姿を、見ている人はいるから、安心して。もし君が、頑張れてないって思ってても、大丈夫。君は、今までで、どこかで絶対頑張っているから。弱音を吐きそうになる時も、弱音吐いていいんだよ。溜め込んじゃう前に、お姉さんが全部聞いてあげるから。自分のこと、思い詰めても、何にもならないよ。自分で自分を、責めちゃまたどこかで失敗しちゃうから。今日はいっぱい甘えていいの。たまには、美味しいもの食べたり、旅行へ行ったりするみたいに、そうやって自分に、ご褒美をあげないとね。頑張ったご褒美。ほら、おいで。そう。君は、甘えてもいいの。今日はいっぱい、いっぱい甘えてごらん。ほら、いい子いい子。今日は、私がそばにいるから、お姉さんが、君の心の支えになってあげる。だから、好きなだけ、甘えてごらん。そう。大人になっても、ぎゅーってして甘えてもいいの。ぎゅーって。お姉さんもぎゅーってしてあげる。
甘えて。今のあなたが一番好きだよ、私。大好き。私、あなたのことが大好き。大好きだよ。あなたは、私の一番大切な人。だから、疲れたりしたら、気軽に私に会いに来て。君のこといつでも待ってるから。いつでもお帰りって、君のこと出迎えてあげる。君の味方は、ちゃんといるよ。姉さんはいつでも君のそばにいる。忘れないでね。絶対だよ、絶対。お姉さんはいつでも君の味方。いつまでも君のこと大好きだよ。